質問は人と比較しないためには、じゃあ清盛さん、なんで人と比較しちゃいけないんですか？比較すると、苦しむからです。なんで？まず競争心が起きて、相手の価値を、心で下げてしまうことがあると思います。相手をバカにしたり、相手を引きずり下ろそうとしたりする心が、この比較する心から生まれてきますので、うん、だから比較することは控えなさいというのが仏教です。バカにしちゃいけないんですか？跳ね返って苦しみます。どう苦しむんですか？比較すると、なんで苦しむんですか？まずなんで比較するかということですけども、比較するとなんで苦しむか。罪を作るからです。比較するとなんで苦しむか。比較するとなんで苦しむんですか。相手に負けたくないという気持ちが。いいことじゃないですか。負けたくないってね、頑張ることに、頑張ることになるんじゃないですか。頑張ること。なんで比較、今聞いてるのはね、比較するとなんで苦しむのか、この苦しむっていうことについてね、ピックアップして、こう、あ、そうだよね、これってすごい苦しむよねっていう風な気持ちになるね。気持ちになるように話していただきたいわけ。バカにするとかの、うんうんじゃなくて、ああ苦しむな、何が比較することによって苦しみになるのかっていう、何が苦しみなんですか。価値が問題になるから。うん、いやだから苦しむんですよ。苦しむ、なんでなんで苦しい苦しいと思うのか。比較すると、比較するとなんで苦しいというふうに思うんですか。苦しむのは執着ですね。執着から苦しみますので、価値を問題にする心が起きるから。なんで比較すると苦しむ、比較すると苦しむ。モーリー、なんで比較すると苦しむんですか？まず比較をすると、相手と比べて自分はその勝っているか負けているかっていう見方になりますよね。うん、で、勝っているときは、なんていうかな、相手を見下したり馬鹿にしたり。うん、しますけど、逆に今度負けてるときは相手から見下されたりとか馬鹿にされてるんじゃないかと思ってくるし、ことになる。どういう苦しみなんですか？お母さん、人と比較して、比較するとどうして苦しむんですか？今の通りと同じ。比較するとどうして苦しむ、比較するとどうして苦しむ。いつも上ならいいんだけど、下になる時もあるから、そうすると上の時の感じたことが全部下の時に味わうことになるから。お父さん、どうして比較すると苦しむんですか？下になったら負けまいと一生懸命頑張って苦しむし、上になればなったで優越感だとか、人をバカにしたり、これがまた跳ね返って苦しむし、苦しむんですよ。苦しむ、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 苦しむ。
なんで比較すると、藤原さん、なんで比較すると苦しむんですか。比較すると、だから人と比較したくないと。比較しないためにはどうしたらいいかと。ね、比較すると、なんで苦しむんですか。まあ、競争すればそれってことはすごい努力が必要になってくるので、努力して、まあすごい苦しい思いして努力しても、まあ、いずれは抜かれていくこともありますし、まあ、その間に上に立っているときは馬鹿にして、まあ、下の人を馬鹿にしてしまうの で抜かれたときにまたそれが自分に跳ね返って自分が苦しむようになる。なんで人と比較すると苦しむんですか。そもそも苦しいかって言われるとそんなに苦しくないんですか。苦しいものなんですかね。比較すると苦しい。苦しいんですか。比較すると苦しくなる。どうして苦しくなる。僕はあの比較、なんで比較したくないかっていうと、その要するに心、そういう業が溜まってしまうのが嫌で、まあだから比較したくないところなんですけど、あんま苦しんでる感じでは僕はないんです、ね。苦しいですね。なんで比較すると、比較して苦しみが生み出されるときってどんなとき？自分が下になった時に、自分が下になった時に、自分が 上だった時のに下の人に思ってた感情が自分に振りかかる。比較して苦しい時、比較する自分が下になった時に、ここまで合ってます。自分が下になった時に、自分が下になった時に、比較すると、自分が下になった時に、自分が下になった時に、有意識の話ではない。自分が下になった、有意識の話になりますけど、自分が下になった時に、下になった時に、自分で自分を否定する。京子さん、自分が下になった時に、自分が惨めになる。自分が下になった時に、自分が上だった時のことが思い出される。違う。自分が下になった時に、比較すると、人と比較すると、自分が下になった時に、何が苦しみなんですか。何が苦しみなんでしょう。あ、こういうことが苦しみなんだな。存在価値がなくなっちゃう。何が、例えば自分がね、モーリーが下になった時に、ね、人と比較する心が多いと、ね、例えばその事務所にこう2人の人がいる、1人の人はもう本当バリバリと仕事をして、で下に人を抱えて
うまく人を動かしていて、ね、頑張ってると。一方自分はそんなにうまく人と動かせないと。で給料もね、歩合制だからね、向こうはブワーッと高い、ね。自分はそんなに高くない。で、下になった時に、恨みが起きる。下になった時に、苦しい感じは分かりますよ。下になった時に、これが下になるってことです。下になる。その時に、どう思う？人と比較するんですよ。人と比較する心なんですから。人と比較する。人と比較する心、うん、羨ましい。人と比較すると、だからその時に人と比較するでしょ、はい、比較してどう思うんですか。なんで自慢なんだ。いや、そんな風には思わないでしょ、うん、人と比較する時にはどう思うんですか。比較する清水さん、どう思うんですか。人と比較すると、うん、人と比較すると、やっぱ勝ち負けを問題にすると思うんですけどね。人と比較する、勝ち負けを問題にするのは、負けた、あの人にはかなわないって思うんですよね。まあ、いや、負けたくないじゃないですか。どう思うんですか。人と比較する心があったときに、ここなんですよ。ここが問題なんです。人と比較する心が何で問題なのか、なんで問題なのかというと、自分が負けた時に人と比較するんだから、勝った人を見て素晴らしいねと随気に言ったらいいんですけどね。それ随気とは言わないわけです。いいところは褒められたら褒めたらいいんですけどね。相手も負けてほしい。相手も負けてほしい。相手も負けてるでしょ。いやいや、だからどんな気持ちを起きるんですか。自分が負けた時に、勝った人に対して羨ましい。羨ましいと思うんです。そんなことは思わない。羨ましい。お母さんどう思うんですか。引きずり下ろすためにはどうするんですか。そういう時はね、この人はこんなこともできてないじゃないか、あんなこともできてないじゃないか、悪い欠点を探すんですか。うん、ね、悪い欠点じゃないですよ。気に食わないとか、ね、荒探しですか。荒探しは、もう荒探しはしますけど、それ以上にもうその人の価値を認めない。価値を認めないんです、ね、こうなるわけ。ね、価値を認めないとどうなる。価値を認めない。私はあの人の素晴らしいところを、人間にはね、いいところもあれば悪いところもあるんです。私たちはね、自分が上の時は、この人のいいところを認めてあげようってなるんです。頑張ってるね。よくやってるね。でもこの人がね、上に立ったら、自分よりも上になったら、いやー、何々くんすごいね、素晴らしいよ、僕も頑張ってるけど君のようにはなかなかなれないなってもちろん言えますよね。
その人のね、だからその人の悪いところが見えるのはね、その人よりも負けているからなんです。人の悪いところが見える、ね、この人はこんなこともできてないじゃないか、あんなこともできてないじゃないかっていうふうに思うのはね、自分の方、自分よりもね、相手の方が上だと思うからなんです。その時に私たちはその人の価値を認めない、ね、価値を認めないっていう心が起きるんです。そうすると価値を認めないので、それ跳ね返るんですね。それが跳ね返る、跳ね返ると、で自分の価値も、周りから、認められないように感じる。自分にいいところがあっても人と比較して良くなければ、自分の価値を認めることはできなくなるんです。これが人と比較すること。どこどこまでも人と比較してしまうんです。いやー、何々君、あなたにはこんないいところがあるじゃないか。そうかな、こんなところあるけど、他の人と比べて僕の方が上かな、下かなっていうことが問題なんです。これが人と比較する心ってことです。どこまでも比較する、うん、まあ、そう何かにつけて、うん、だから自分のいいところを、自分のいいところっていうのはね、他の人もできてるかもしれないんです。他の人もできてるかもしれない。でもできていて、いてもね、他の人よりも上じゃなければ価値がないと思っちゃうんです。ナンバーワンじゃないと、うん、もう意味がない。そう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 。これが人と比較する心なんだ。だから人と比較する心っていうのはどこどこまでも人と比較してしまうんです、ね、自分のいいところを、あ、私にはこういういいところがある、私にもいいところがあるように、あの人にも同じようにいいところがあると、こういうふうに認めることができないんです。私もいいところがある。でもあの人よりも上か下かっていうことになっちゃう。だから苦しい。毎日比べる。だから自分に価値がある。その自分に価値があるっていうのはね、自分が人と比べて上だったら、何事においても上だったら自信を持てるんです。でも人並みだったら自分は何の価値もないように思っちゃうんです。本当は私たちはね、一人一人価値があるわけですよ。人から褒めてもらえるとかもらえないとかっていうことと関係なく、いいところがある。ね。だけど、それを人と比較してしまった瞬間に、いいところがね、人よりも上じゃないとダメってなっちゃうんです。人よりも上じゃなければ、私には価値がないんだっていうふうになっちゃう。自分と同じところを相手も持っている。自分もいいところだし、相手もいいところだっていうふうには思えないんです。どっちかが勝ちみたいな。どっちかが。そう。負けてる。そう。ね。心が休まらない。そうそうそう、うん、そう、ね、そして
そのなんていうんですかね、人と比べて上じゃなければ、ね、自分のことを認められなくなる。人と比べて上じゃなければ自分の価値を認めることができなくなる。そうするとね、自分はね、人並みとなったらイコール、うん、何の価値もないってなるわけ、私も。もう生きてる、生きてる意味がないみたいな。うん。うん。ね。生きてる意味がない。うん、そして、人を見たときにね、人を見たときに、すべての上意味でね、上じゃなければ、私は認めないってなるんですよ。そう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 。ちょっとでも悪いところがあった。ちょっとでも悪いところがあったら、こんな悪いところがあるんだ。じゃあ認めない。だから私にとって尊敬できる人はいない。うん、私から見てこう比較するってことはそういうことなんです。比較する。っていうことはね、その認めてもらえる人は一人だけなんです。うん、あ、この世界中の中。そう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 、認めてもらえる人は一人だけなんです。ね、わかります？一人、ナンバーワンじゃないと認めてもらえない。だから。自分にいいところがあっても、人と比べて自分が上じゃなければ、人は私のことを認めてくれないんじゃないか。いや、人よりもね、誰よりも自分が自分のことを認めなくなる。だから自分に何の価値もないって思えてしまうようなんです。人と比較すると。よくわかります。ね。じゃあどうしたらいいのか。どうしたらいいか。これ簡単ですよね。ね。どんなに悪い人でも、いいところを見つけて認めてあげる。こういうことです。
後輩のいいところを見つけてね、いやー君はこういうところがいいよね、これが比較しないってことです。比較するっていうことはね、点数をつけてるみたいなんです。この部分はじゃあ50点、ここはマイナス10、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 マイナス100、あ、総合はマイナスだからもう認めないっていう。そうじゃなくて、比較しない、比較しないためにはその人のいいところを見るんです。いいところ、あ、この人にはこういういいところがある、それを、そこだけを認めるんです。いや本当にね、君にはこういうところがあって素晴らしいよね、ね、比較するってことはね、あなたにはこういういいところもあるけど、こういう悪いところもある、こういう悪いところも、ね、持ち出して、この人の全ての評価になっちゃうんです。この人の全ての評価、ね、評価っていうふうになると、私たちは絶対人と比較してるから、辛口になるんです。プラスのね、いわゆるいいところの点数は低く、悪いところの点数は多くなるんです。絶対にマイナスになるの。人のことを認めなくなるんですよ。これが比較するっていうことなんです。比較しないっていうことはね、いいところだけを見るんです。この人にはこういういいところがあるよね。こういういいところがあるよね。ね、素晴らしいよね、こういうところは。そこで大事なのは、こういういいところがあるから、この人の全体の評価として素晴らしいっていうことを言ってるわけじゃない。この人にはこういういいところがある、ね、なんで認めるかって言ったらね、私には、私だってね、いいところと悪いところがある、ね、でも人のいいところを認めないと自分のいいところも認められなくなっちゃうんです。私にはこういういいところがある、ね、私にはこういういいところがありますよって思った時にね、人と比較すると、あ、人と比較してどちらが上かってなっちゃうんです。そしたら他の人もこういういいところがあるじゃんか、こう、他の人もこういういいところがあるじゃん。いいんですよ、みんないいところがあっていいじゃん。みんないいところがあって、あ、私にはね、例えば正直なところがある、あの人もでも正直で、あの人も正直で、あの人も正直、みんな素晴らしいじゃないかでいいじゃないですか、ね、その中で誰が一番正直かとかね、あの人もあの人も正直だから私はね何の価値もないんだっていうふうに思ったりとかね、いいところであってもみんなやってるものは価値がないって思っちゃう、こういうところがあるんです、人と比較する人っていうのはね。でも人と比較ねしなければ、いいところはねみんな持ってても自分の中で誇っていいんです。私にはこういういいところがある、あ、こういういいところがある、みんな見てもね、みんなもこんないいところがある、こんないいところがある、あ、みんなも持ってる、素晴らしいじゃないかっていうことなんです。それだけこう正直かとかそういう程度ではなくて、うん、もういい正直者だっていう事態をこう評価してあげるっていう、うん、そう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 、うんうん、そう、だからこの人を比較するっていうとね、どうしても総合点になっちゃうんです、うん、総合的にどちらが上かどちらが下かっていうことを問題にするけど、総合点じゃないんです、ね、人にはいいところもあれば悪いところもある、ね、いいところはいいところで評価してあげなくちゃいけないんです。こういうところがいいところだね、
でも私たちは人と比較する人っていうのはね、いいところはあっても悪いところがある、悪いところがあるからいいところも認めないってなっちゃうんです、ね、そうじゃないんです。この人はこんないいところがある、それだけで素晴らしいじゃないですか。そう思えたら自分にもこんないいところがある、それは人並みかもしれない、でも人並みかもしれないけど自分にはこういういいところがあるっていうことを誇れるようになるんです。そうそう、うん、ね、いいでしょ、楽になりそうですね。そう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 、だから比較してるとね、いいところがあっても人と比べちゃうんです。そのいいところは人と比べて上か下かっていうことが問題になっちゃう。で下だとね、何の価値もないになっちゃうんです。いいところがあってもですよ、自分にいいところがあっても人と比べて人より負けたからといってね、いいところはいいところのはずなんです。そうですね、程度の差こそあれ。そうそうそう、ところがいいところはいいところのはずなのにね、程度の差はあれね、それが何の価値もないっていうふうになっちゃう。これが比較するってことなんです。ゼロ点みたいな感じで、そうそう、相手に負けたら、もうそう、相手に負けた時点で何の価値もない、うんうん、そうじゃないですよね、確かに言われてみれば。そうね、だから私が認めるっていうところに立つんです、人のことを。ああこういういいところがあるね、この人にはこういういいところがあるね、素晴らしいね、ね、こういう悪いところはあるかもしれないけど、こういういいところを、ね、なるべく人のいいところだけを、どんなに悪い人でもね、いいところを見つけてね、こういういいところがあるのは素晴らしいよね、ね、こういういいところがある、いいところがある、ね、人のね、長所を発見して褒めるようにしていかなくちゃいけない。そうしないと自分のいいところも人と比較するようになっちゃう。うん、それ難しいことじゃないと思うんですね。その人の悪い、いいところを認めてあげるところを、だんだんこう日常生活に紛れていくと、なんかまた戻ってきそうな気がします。うん。悪いことを見ちゃう気がする。うん。そう。まあ、意識してです、ね、本当に。はい。分かっていただけたでしょうか。はい。じゃあ。